創意工夫して遊ぶ力は、生きていく力につながります。遊ぶ力をつけるためには、おもちゃも想像して工夫できる道具であることが必要です。おままごとの材料を紹介します。自然素材のものは、いろいろなものに見立てることができます。これはミートボールになったり、からあげになったりします。どんぐりはお金になったり、 何かの順番を待つ時のチケットになったりしますこれは羊毛で作ったボールです作り方は羊毛ボールの作り方という動画をご覧くださいコップにお水が入っていますこれはご飯がよそってありますよご飯の上に納豆とおネギをのせる子どももいますバニラアイス 抹茶アイスいちごアイスとクッキーにさくらんぼをのせました細長く切ったフェルトにボンドをつけますそしてそれをきつくきつく巻いていきます2種類の形があります。 食べ物が想像しやすい色で作っていますこういった素朴なもので遊んでいると考える癖がつきますそれが子供にとってとってもいいことなのでご紹介いたしました